はい、続きやっていきましょう。どうしようかな。あ、ここは開いてないってことはこの2個ともダメってことかな。ここもダメってこと？怖いね。ここもか。てかそこもか。うん、じゃあここ取っとこう。結構罠が多いな。スコープあるけど落とし穴なら問題ないんだけどね。どっからスタートしたっけ。そっか、マジか。あの3個がダメじゃっけ。で、ここもダメってことよね。まあ、でも落とし穴かもしれんしね。行こうか。あー、向かってか。半々か。行け。くれ。ああ、マジでかよ。やられた。これ怪我したよな。それじゃあちょっと遠回りしていこっか。おっと、ここもか。あ、まち、あ、いいんか。こいつは強いんだ。怖いな、ここ。マジで？やば。よしよし。強いな。パッチーさん。強いですね。石さんは強いけど、他の人はそんな強くないからね。ちょっと後回しにしようか、そこ。なんか嫌な予感しかせんよね。こっちから行こう。うん。怪我治療していこう。ちょっと怖いね。今回苦戦するかもしれんね。さあ、どうなるか。あと4日。あかんじゃん。いやー、キャラメルさんがすごく重要になってくるね。食料をね、食料も大事。4日分はね、ちゃんと持っときたいよ。あ、薬いるね。薬いっとこっか。お、マルタ発見。んー、じゃあこっち行って。そんなに広くないんだね。どうしようかな。怖いな。マルタ無難にいっとこうか。よし、今回はこっちを攻めよう。これも罠なので。あー、でも行くとこねえな。あ、でもこいつは基本的に強い子なので強い子なのでちょっと行ってみよう。おうおう、大丈夫じゃん。よーし、強い子なのでちょっとここ横も行ってみよう。ああ、大丈夫じゃん。問題なかった。これで4日分溜まったんかな。
じゃあもう溜まっとったんか。溜まっとった。なるほど。あの地域危ないから、どうしよっかな。とりあえず、1、2、3、4。1、2、3、4。ここ、1、2、3、4。ああ、まあ、とりあえずこっち側を、今回は攻めるか。何も作れんよね。いや、ドキドキするなぁ。よっしゃ、今回はここで終わります。次回また続きやります。ありがとうございます。